ティーナです。アリアです。ヒメカです。ユラリです。リコです。ピンクラテティーに始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は1万円コーデ対決です。イエーイ。はい、今からグッとパーをして2チームに分かれていきます。2、3で、で、そのチームごとに1人コーデを着る人を決めます。その人が着るコーデをそのチームごとで全員で、はい、1チーム1万円で決めていきたいと思います。1676円。めっちゃちょうどいい。これもちょ
でも全身コーデで1万円いかないと相当です、うん、だってさ普通いつも2万円ぐらいいっちゃうもん全身合わせたらさすがピンクラブ私たちエコユナはエコ氏が来ます新メンバーと旧メンバーですから、エコ氏をかっこよくするとクールで大人っぽいかっこいい。
フレアパンツがなんといってもかわいい。これさ、見た瞬間全員でさ、あ、これいいってなってる、姫かっぽくないでも足長高そう、足長そう、あとこんなそんなヒール高くないんですよ。あとベルトのこのちょっと合皮素材もかっこよさ増してるかなって思います。これは結構反対されたけどちょっと頑張って聞かなかったんですよ。あ、これはなんか最近流行ってるんですよ、こうやってやるの。まず超価からこちら1200円、おこちら2900円、3900円で、ベルトが1200円です。 20% 引き、イエーイ。靴足別です。トータルは9676円になりました。安いね、安いよ、ね、安い、ありがとうございます。ありがとう、ひめかでした。はい、では次、せーの、って感じすごい。ポイントはですね、このベージュのセーターで、まず店内全部見回った時に一目惚れしたんですよ。で、これ絶対にエコシに似合うと思って、この黒のスカートも明るめの色なので下が締め色を使ってキュッと飾りました。このベルトは別なんですけど合わせました。このイヤリングが500円プラスで、上の服が3900円プラス税で、このベルトが700円プラス税で、このスカートが2900円プラス税で、靴下が500円プラス税です。で、この靴はエコスの私物です。トータル9288円でした。どっちのチームもいい感じになった。正反対の女の子って感じする。なんか正反対だけど仲いい。じゃあ、ミキーさんに判定をお願いしたいと思います。デデデデデデデエコユナチーム、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ理由を言います。これから秋に向けては秋服ちゃんとポイントを抑えられてたかなっていうのが決め手です。お腹出してたりするのがちょっと夏っぽいかなって思います。あとイヤリングとか靴下とかベルトとかすごいプチプラなものをうまく組み合わせてたかなって思ったので、今回はエコユナチームの勝利です。ありがとうございます。やったー。またなんかやりたいね、こういうやつ ね。じゃあ第2回も期待してください。はい、はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル